195cm 体重 80kg 鍛え抜かれた鋼の肉体を持つ日本空手界の第一人者大山六段に対するは体重 700kg 余り日の荒い南部産のお寿司であります。戦いは世紀の対決を見逃すまいと集まってきた千数百名の観衆と万一の場合に備えて警戒に当たる武装警官24名の前で今まさに始まろうとしています。이것은기록영화다몇차례황소와싸운사람으로유명해진최배달에대한소문을실제로보고자하는사람이많았던탓에제작된것이다실제소싸움에선소의극소를쳐먼저쓰러뜨린뒤뿔을잘라낸다극적긴장과재미를위해소의뿔을먼저잘라낸것처럼편집이되어있는것이다기행처럼보이는소와의싸움은더이상싸울사람이없었기때문인지도모른다1946년부터시작된결투는연전연승처음엔일본전역의가라데도장을섭렵했고일본의힘께나쓰는파이터와맞붙었다일본열도를벗어나더넓은곳으로향했다중국미국국적을초월한도전종목을구별하지않은격투를벌였다계속되는연승행진에그의격투수훈련은멈출줄몰랐다1950년대에이미유럽에입성했다믿기지않는이야기지만실제있었던최배달의행적그는왜이렇게전세계를돌아다니며자신을시험했던것일까